どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、まあサムネにも書いてあるんですけども、少し、まあだいぶ早いんですけどもね、4月の今の時点でドラフト会議で指名した方がいいポジションを発表する、これをやっていこうと思います。まあシーズンもね、まだ始まったばっかなんですけどもね、ここのポジションの戦力が足りない。ここのポジションをドラフト会議で補強がしたい。これがね、結構出てきますよね。私の考えの中で。それをね、今から発表します。まずはですね、一番初めに補強をしてほしいポジションは、内野を守れるスラッガータイプの選手です。できれば左打ちですね。今のね、ドラゴンズはね、やっぱね、左でホームランを打てる選手がね、いないんですよね。まあ、誰がいるかなって考えたらね、まあ、日本人だったら、高橋周平選手ぐらいしか私はね、思い浮かびませんね。そして、その高橋周平選手は今、ずっとベンチですもんね。だからね、やっぱり左でホームランを打てるタイプの選手をね、今年は最重要課題、一番初めに補強をしてほしいポジションと思いますね。まあ外野だったら、誰だろうね、左打ちだったら、まあ、三好選手が少しはホームラン打ってるのかなとは思うんですけれども、決してね、スラッガータイプではないと思うんですよね、三好選手はね。そうなるとね、やっぱり内野手で左打ちのスラッガータイプが欲しいですね。まあ、左のスラッガーで、まあ、外野でもいいんですけども、外野のスラッガータイプの選手は、まあ、右ですけども、ブライト選手とね、あとは福本選手、そして鵜飼康介選手、この3人がね、いるんですよね。まあ右ですけど。だからまあ右よりもね、左のスラッガータイプの選手を内野で取った方がいいんじゃないかなってね、私は今思っています。まあ候補としてはね、やっぱりね、広陵高校の真鍋啓太選手が一番最重要リストアップになりますよね。はい。まあでもね、広陵高校の選手って私のイメージですよ。私のイメージとしては、高校を卒業してそのままプロに行くんじゃなくて、大学もしくは社会人を経由してプロに行くっていうイメージがあるんですよね。だから真鍋啓太選手はね、まあむちゃくちゃいい選手で、ホームランもね、打てるタイプの選手なんですよね。はい。でもね、今年のドラフト会議でプロ志望届出すかどうかはね、ちょっとまだわかんないですね。出してほしいんですけどね。で、もしもね、真鍋選手がプロ志望届を出したら、多分どころじゃないね。絶対、他球団と競合にはなりますね。やっぱね、ホームランを打てるタイプの選手って、どこの球団も欲しいですからね。はい。だから私はね、今年の最重要、ポジションを補強した方がいいところは、左のスラッガータイプの選手、内野手ですね。ドラフト1位で、真鍋啓太選手をね、指名してもいいと思います。それで、もしも、真鍋啓太選手がね、プロ志望届を出さなかったら、じゃあ誰を指名するか。まあ、こうなるとね、内野のスラッガータイプ。まあ、左打ちではないんですけども、そうなってくるとね、やっぱり指名したいのは、花巻東の佐々木麟太郎選手になると思いますね。まあね、佐々木選手もね、もう1年生ぐらいの時からね、ホームランバッターとして騒がれていますよね。だからもしもね、真鍋啓太選手が、プロ志望届を出さなかったら、私はね、花巻東の佐々木麟太郎選手をね、指名してほしいと思いますね。はい。で、あとはね、1位タイプで指名する選手ではないんですけれどもね、私はね、まあ、ドラフト2位、3位、4位あたりで、明治大学のですね、上田久斗選手を指名してもいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、上田選手は決してめちゃめちゃこうスラッガータイプではないんですけれども、まあ、ある程度のね、長打を見込めるタイプの選手なんですよね。中距離ヒッターって言うんですかね。で、地元のね、愛知県出身の選手なんですよ。上田久斗選手。だからね、上田久斗選手をね、まあ、2、3、4位で指名もしてほしいと思っています。ポジションは内野手です。で、次に補強をしてほしいポジションは、即戦力の左ピッチャーですね。今年はね、大野雄大選手がね、早くも怪我をしてね、今2軍に降格をしましたね。でも仕方ないね。大野雄大選手の怪我は、もう30歳、33歳、34歳でずっともうね、先発で投げてきたピッチャーですから、それはもうね、怪我をしますよ。まあ早くね、怪我を治して、
戻ってきてほしいですね。ちなみに怪我をしたところはですね、左肘です。今手術をしていますね。はい。まあそうなってくるとね、やっぱり左で長いイニングを投げれる先発投手はね、一人欲しいですね。即戦力で欲しいです。そうなるとね、候補としては東洋大学の細野晴希選手、これになると思いますね。はい。まあ細野選手もね、今東洋大学は2部リーグなんですけども、先発で結構投げていて、この前も確かね、7回を投げて1失点、1安打、で三振も10個ぐらい取っていてね、今先発で細野選手はね、大活躍をしていますね。一番初めに補強をしてほしいポジションは、左打ちの内野のスラッガーなんですけれども、まあなんとか、左打ちのスラッガーよりもね、やっぱりピッチャーの方がいいんじゃないかってね、スカウト会議でなったら、やっぱり私はね、左ピッチャーの細野晴希選手をね、指名をしてほしいと思いますね。いいピッチャーです。で、次に補強をしてほしいポジションは、即戦力右投手ですね。はい。やっぱね、ドラゴンズはね、過去2年間でね、ほとんどね、ピッチャーをね、ドラフト会議で指名はしてこなかったんですよね。過去2年間で、ピッチャーの指名はたった3人だけなんです。だから今年はね、もうね、指名するのは、ピッチャー重視になると思うんですよね。はい。そうなってくるとね、やはり、即戦力の右投手も欲しいんですよね。で、即戦力の右投手のドラフト上位候補、まあ、ドラフト1位候補はですね、まあ、言われているのは、中央大学の西舘雄飛選手と、地元名城大学の松本亮斗選手になりますね。はい。まあ、でも、即戦力右投手も確かに欲しいんですけれどもね、やっぱりね、私の考えとしては、どうしても左のスラッガータイプの選手が欲しいんですね。でももしかして、右の先発の方が、今すぐ補強した方がいいんじゃないかってなったら、今言った西舘選手と松本亮斗選手、どっちかをね、ドラフト1位で指名をね、すると私は思っています。で、あとはですね、まあ最重要課題ではないんですけどもね、まあドラフト注意からドラフト会議指名するんだったら、捕手をね、一人指名すると思いますね。ドラゴンズはね、多分ですけども、12球団でね、一番ね、捕手の人数が少ないんですよね。だから私はね、捕手一人指名すると思いますね。で、2年連続で高校生捕手を取ってきたんですよね。だから今年はね、多分捕手を指名するんだったら、即戦力捕手、まあ、大卒のね、捕手をね、一人取ると思いますね。はい。で、ドラフト会議、開始名でいいんで、私はね、ここを補強してほしいです。それは、外野の左打ちのスラッガータイプですね。できれば高卒がいいと思いますね。はい。まあ、やっぱりですね、中日ドラゴンズはね、今ですね、左打ちの高卒の選手はね、外野でね、最後に指名をしたのがですね、岡林選手以降指名をしていないんですよね。岡林選手は2018年に指名されました。ドラフト会議でね。だからずっともうね、指名をしていないんでね、そろそろね、左打ちの高校生を指名していいと思うんですよね。できればね、やっぱりスラッガータイプがいいと思いますね。リードオフマンタイプは今内野にいっぱいいるんでね、やっぱりそろそろ左打ちのスラッガーをね、まあ、外野で高卒一人は取っておいた方がいいと私は思っています。